1947年、生田花朝女11月22日から1978年3月29日は、明治時代から昭和時代にかけての日本画家、勘太敵子と、北野常富の門人、本名、生田実。はじめ花朝と合し、後に花朝、女と合した。1889年、大阪市天王寺区上宮町で生まれており、現在は、 生誕地の石踏みが立っている。父は、国学者の幾と南水。父に、俳句、藤沢木南に、漢学、近藤弱点に国学を学ぶ。大阪第一市範学校附属小学校を卒業後、北明月に市場派を教わる。1912年、関田ヒ子に指示してまず、山和へと、夕食古実を学んでいる。1921年に、 北の常富に預けられ、白明る社にも所属した。1925年の第6回定点に出品した春日が初入生を果たした。翌1926年の第7回定点に出品の何和天人祭が定点における女性画家による初の特選となっており、当時は注目を集めた。さらに翌1927年、 第8回の定点に四天王寺曼荼羅を無観査で出品。これ以降、1934年の第15回定点まで連続入選をしている。また、この間、1930年第2回聖徳大子法産美術展には、春小協会を無観査出品したほか、1936年秋に開催の文天招待展に、先週秋の浜という作品を、 招待出品をすると、その後、1939年、1941年と、新聞店に無関差で出品している。1945年3月の米軍の大阪市への大空襲にてが質が消失。奈良県の放流時に疎開した。第二次世界大戦後は、1949年の第五回日展に、投げ壺を一色出品。1954年の、 第10回日展、1967年の第13回日展にも作品を異色出品している。花朝女は、大地会を主催し、貫多哲子の画風を継承して、主として大阪の風物を親しみを込めて描き続けた。その功績により、1952年に大阪市民文化賞を受賞。また、1958年には、 大阪府芸術賞を受賞した。1978年3月29日、大阪、手塚山の自宅で死去。去年88、ありがとうございます。